ケツが映ってんだよ。え、いいいいお尻でしょ。どう。リケツ？リケツ？画面の前の皆様、こんにちは。はい、ベルクラと、カボちゃんの、はい、森の時間です。森の時間ですよ。なんかすごく NHK な感じのあれだけど、森の時間っていうなんか、ね、森の時間だよ、感じだけど、丸太をね、あれからね、前回こう集めて家を建築っていうやってたんですが、うんうん、だいぶ集まってね、だいぶこんなんだよ、うん、ほらすごいね。そうそう、でもう完成直前まで来てるんで、こう切りまくった丸太をとりあえず一箇所に集めてる状態ですね。うん、まだある？まだそこ、ここにあるわ。ここ2本、2、3本落ちてるんですね。あ、ここね、はい。意外と、意外と切ってたね、これね。意外とやってたみたい、無意識に、うん。意外とこれ、無心にカボちゃんがね、切り倒してくれたみたいですね。そうなんですよ。うん、そこら中に落ちてますね。うん、夜中中活動してね。うん、こちら、完成させましょうか、じゃあ。ね、もうやっちゃってくれ。やっちゃいましょうか。うん。いきます。はい、どうぞ。いきます。うん。もう一本。もう一本。はい。それ、これです。これ登ってみようか。お、登れる。カボちゃん登ってみて。私見てるから。はい、じゃあ登ります。ちゃんと登れるかな。はい。登りますよ。そっから登っていって、はいはい。2階部分に行きますね。はい、ねえ、2階ですよ。いいね。いいね、いいね。そして寒くなりますよ、奥の方の屋根の方に行きますよ。ああ、いいね。行けてるね。いい景色だわ。うん、そこから、ら湖を望みながら、さらに見張り台まで行けると。あれ、見張り台に何かアイテムないか、それ。え、見張り台の上に。アイテム、うん、見張り台の上にアイテムがないそれ。これは何のボールですかね。ほら、下にさ、え、薬と、なんかほら、機械。基板みたいなのが落ちてる、それ。見えない。そこに挟まってるわ。そう。あったあったあった、取れた取れた。よしよしよし。そうそう、ないよ、こっち。いや、こんな感じでね、屋根にね、行けてますけど、うん、ええ、あっちもこう、屋根につなげても面白いかもしれない、ね。あ、いいね、やってみる？ね、そうそうそう。で、この階段、途中からね、階段って出せるのかな？この空中から。空中から出せるんかな、階段。やってみようか。いいよ。そこに出してみようか。うん。あ、いけるわ。いけるわ。うん。じゃあ、これで、こうやって、見えてるでしょうか、うん、見えてない。いや、OK。ちょっと、向こうまで、つないで、大丈夫行きたいんですが、下に。ちょっとギャラリーが増えてきたよ。ギャラリーに、なんかこう、火炎瓶投げつけといてもらえない？あれ。まあいいよ、じゃあ、やっちゃうよ。うん。ね、はい。私、これ、伸ばさないといけないからね、うん、あれ。じっとして、あれ、消えた。あれ？どういうこと？下の方に潜り込んじゃったな。開いた。よ！オッケーオッケー。あれ？あそこに、詰まってる詰まってる。はい、やりファイオー、あ、あれ。うまいこと避けたな、あれ。こいつ、やるよるわ。やっちゃって、やっちゃって、もう。えっと、いっぱい来てるんだけど。めちゃめちゃいるよ。いや、ここに立ててよかったね、今。よかったね。ちょっと待って。じゃあ、一旦そこの上までのやつでやるか。うん。ちょっと待って。命がけであっちに張ってきますわ、じゃあ。はいよ、見てていい？お、見ててくれ。こうやってね。うん。こうやって。うん。見えないけど、うん、任してくれ、うん、ここら辺かな。あら、あ、できなかったか。あれ、途中までできてますね。あそこの家まではできてるわ。あそこの家まで、ほら、上見てみ。ああ、この階段の途中、そっからまた後で伸ばそうか。つなげればいいってことかね。そう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 、そういうことですね。そういうことですね。なるほど。つなげていきましょう、これ。やってみましょうね。ああ、いけます、いけます。ああ、いける？あいつらにちょっと火炎瓶投げつけておきましょうか。ね、お願いしますよ。というかね、ここの焚き火をね、つけとけば勝手に消費する恐れもあるんで。あれ？あれ？あれ？
はい、よし、あ、これをつけておきましょう。おは、あ、いいね、いいね。こうやってなんかこう上で生活するのは最も安全な、うん、そうだよ、あれだよね、うん、あ、いいぞこれ。いや、我々これ快適な生活をなんかこう作れそうだね。ね、セレブリティだね。セレブリティになれるねこれ。この島でセレブリティっていうその貧困とかの層があるのかがちょっと謎なんだけど。ね、あ、できた。シャキーン。できた。あ、いいね。また繋がるんじゃないこれ。いいじゃん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 。さらにこの先に繋げていこうかじゃあ。うん。あいつらほら。あ、木登ってる。マジマジマジ。やるな。盲点だったなあれね。あ、ジャンプした。あ、ね、いやいや、ちょっとでもこれ作らざるを得ないぞ。え、登ってる屋根。え、登ってるけどさ。登ってこれるんじゃない？あいつら。ここ。でも上にさバリケード作ればいいんじゃない？あ、そっか。ね。で、こっから向こうに伸ばしていきますわ。伸ばせる？伸ばしてみるわ。ちょっと。うん。うん、ね。こちら、うん、ふん、あ、ちょっと待って、伸ばせないかな、ちょっと待ってよ、うん、ふん、これ、ね、高さをね調整しながらやるのが結構難しいんだな。どうしよう、今のうちに木でも集めてる。おし、できたできた。これどう？あ、つながったね。いいでしょこれ。じゃあちょっと危なそうだけど、うん、木を集めようかな。これな、ちょっとね、私もこの1本を収納したら、手伝いますそれ。逆サイド、敵いない方から、そうだね、気を取った方がいいかもしれませんね、これ。いや、これ面白いことになってきたぞ。よかったじゃん。うん、ただ、ここのね、建築がね、非常に難しいね、これ。うん。ね、どこのラインでこれ、やれるか。センスを問われるね。うん。よし。どれどれ。今日はね、また。あれ、これ。あ、あ、ここからこっからが難しいぞこれ。建築、いや、いけなくはない、全然いけなくはないけど、うん、ちょっとコツいりますね、丸太はめ込むの。任せるよ。 OK、 任してくれ。みーはひたすら切ってるから。任して、うん、任してくれ。いや、大工カポコのね真骨頂を見せてほしいですね。切ってるね。ね、まあ次回あたり多分 P がね入ってくれるんじゃないかな。いいよ、そしたら代わりに労働するから。よろしく。でもね、これを P に見せたいね。ね、そうだね、うん、P せっかくだからさ、いつもほら、ね、やってくれてるじゃん。そう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 。ね、本当ありがとうって。ね、P の家もここに作ったよっつってさ、ね、うん、喜ばせてあげたいっていう ね。そう、たまにはね。いつもコキ使っ て、 って、ね。そうそうそう、コキ、そう、それでほらまたコキ使えるからね。アメとムチみたいな。アメとムチを両方あげるんだよ。なるほどね、さすがですね。え、そういうことだよ。さすがですわ。お、ちょっとピーの扱いひどいじゃないですかって言われてる時もあったんだけど。いや、そんなことない。まあまあ、あれ、ああ見えてピーね、嬉しがってますから。実際のとこね。そうそうそうね。そうそうそう。そうそう、いいんですよ。ピーはああいう感じのキャラクターなんで。あれを、あれがなくなっちゃったら、あれなくなってたらもう P をどう扱っていいか、そう、分からない、難しいからね、喋んないからね P。 ここがねだから長所というかね。そうだな、ああいうのが長所なんですよ、うん、そうそうそう。ああいうのが長所なんです。そうそう、いじられるっていう長所なんです。いじってあげるのがね、うん、いじってあげるのがもうなんていうか善意というかね。そう、キャラクターをこう伸ばせるっていうのが分かんないけど、うん、ね、伸びるんでね。そうそう、そういうことですね。そういうことで。よいしょ。あとね、あとね、15個ぐらい。あ、全然足りると思うの。うん、全然いけるね、これ。うん。意外とこう、作れるもんやな、二人でもね。うん、なんとかなるもんですよ。P がいなきゃ、なんか何も作れないかと思ってたけど。うん、そんなことない。この村にしてよかったね。ね、よかったじゃん。いや、元の家ができてるから。いいチョイスだ。あ、人が自然死した。なんで？わかんない。あの、原住民がね、誰か戦って倒れたのかな。あれ？どうやって組み立てる？うん、下から？ここにね、登ってね、ジャンプ、持ってジャンプしないといけない。あ、ダメなの？うん。
どうやってやってんの？なんだこれ、なんだ。え、どうやってやるの？一回セーブしといた方がいいかもしれませんね。わかんないからやってもらっていい？これ落ちたから。そこにね、置いといていいですよ。私が勝手にやりますよ。私もセーブしとく。セーブしとく。怖いからね。そうだね。そうそう。じゃあ、キーハック。このゲーム、まだまだバグが多いんでね。そう、セーブするのがね、重要です、非常に。そうなんですよ。うん、よし、持ってくるか。よし。ここね、コツがいるんですね、これ。うん、わかんねえわ。屋根に登ってジャンプしてからしかはめ込めないっていうね、もう厄介な仕様になっています。うん、めんどくさいね。しかしそのめんどくささを経て完成した時の喜びはひとしおなんじゃないでしょうか。え、うん、え、どうやってやってる？あのね、一回屋根に登るんだよね、横。屋根ってこれ？登って、あ、登れる？登ってからジャンプしてはめ込むっていう、そっち側じゃないね、もう隣の屋根の。隣？あ、そっちか。そうそうそう。はいよ。そっから登って、そうそうそう、でジャンプして。え？あ、ああ、あ、そう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 、上乗れた。あ、乗れたんそれ。乗れたよね。完成してないのに乗っちゃったんそれ。なんか一瞬乗れた。お前が。不思議なもんやね、うん。完成前に乗れるっていうのはどういうことでしょう。時間的なパラドックスが生まれてますよ、それは。そういうことですか。乗るために作ってるのに、うん、それに乗って作るっていうのは非常にパラドックスですよ、それは。そうですね。もう、うん、不思議ですね。不思議ですね。ええ、不思議ですね。うん、ああ、今までにないこれ建築方法だな。もう新しいね、斬新ですね。うん、新しいね、斬新だねこれね。ニュースタイルだよ、ニュースタイル。うん、やっぱオールドスクールをね、一回は脱してニュースクールにね。オールドスクール。オールドスクールって言うんだっけ？JZ ロー、JZ みたいなさ、オールドスクールを経てね。うん、え、何 JZ？ え？JZ です。JZ が出てくるの？え？ JZ はラッパーでしょ？うん、ラッパーだよ。オールドスクールのラッパーじゃないの？オールドスクールって何？お、年寄りの学校？ん？違う違う。なんか、え、そんな感じ言わなかったっけ？なんか昔のスタイルのラップをそういうのって言うんだよ。え、そういうふうに言うの？知らない、それは。いや、私もちょっとね、記憶が定かなんですけど、あと一本、あと一本。じゃあもう完成するよ。いい？ OK。はい、はい、じゃあ、はい、できた。あ、OK。で、そっから今度はこっちにつなぐと。あ、なるほどね。ね。で、キー置いとくか。ここから。あはーん。あ、やば、スタミナがない。あ、ちょっと逆から登るか、これ。登りましょうかね。よし。あ、いいな、これ。なんか、ワクワクすんな、こういう、なんか、ツリーハウス的なの。よいしょ。ここからね、こっから隣のあのツリーハウスに伸ばすと。ああ、これ。これで屋根作れるね。あ、そう、ほんと？うん。これを連ならってさ。ああ、いけそうだね。うん、屋根作れるわ。何でもできるね。これ何でもできるね、ほんとね。何でもできちゃうね。フォレストってやっぱすごいね。すごいね、本当にもう元気があれば何でもできちゃう。うわ、なんかやるし。なんかトランクがふっ、あれあれ、寒さで、やばい。何何？寒さでね、ダメージ受けますね、夜は。あ、そうなの？夜の雨は、うん。オッケー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 、あー、よかった。こう画面のね、なんか縁にね、なんか凍りついたようなマークが出てくるとね、あ、実はそれ、あの、うん、冷えてくるんですよ、どんどん。あ、そうなんだ。体が、うん、うん。そしてダメージを負うようになってくるんで、体を温めなきゃいけないっていうね。今運び込んでる、運び込んでる。今日は P の代わりに。ここから私の出番にや。労働するから。待って待って。あとどの木を切っていい？これいい？うん？あー、待って、敵？なんだろう。ちょっと待って、私がさばけてない。さばけていないからちょっと待ってくれ。敵いっぱいいるなおい。うん、やっぱ来るね、そこいっぱい。夜だと来るね、うん、意外と松明に勝手にね当たってくれるから。
助かりマンモスね。うん、助かりマンモスですね。いっぱいいる。助かりマンモス。ね。ウレピーね、ウレピー。たまにさ、古いよね、かぼちゃ。そんなことないよ。まだヤングです。ウレピーって。ヤング。ウレピーってノリピーの時のあれだから。そうだよ、そうだよ、そうだけど、まあ、ヤングの。ヤングは言わないだろ、ノリピーって。ヤングだから。いや、ノリピーって、ウレピーって。うん、ウレピーねって言わないでしょ、うん、ヤングは。言わない、言わない。言わない、言わない、私、普段言わないと。ただ、ふと出てきただけ。ああ、ふと出てくるあたりがやばいんだと思うんですけど。大丈夫ですよ、ヤングですから、皆さん。そうね、大丈夫かどうかはちょっとあれなんだけども。うん、まあ、どうでもいいな。あの丸太ってあとどこら辺に落ちてるんでしょうか。家の周りにボスいるよ。ごめん、休憩。あっち側ですか。え、家の周りも落ちてるよ。ここの家の前。家の前。うん、ああ、あそこですね。はいはいはい。了解いたしました。いや、ここやっぱ原住民の家なんだね。結構いるね。すごい来るじゃん。うん、でもね、松明にね、当たって勝手に食料になってくれるから、ありがたいね。ここはいいかもね。いや、松明で囲ってあげると、どんどん当たって死ぬかもしれないよね。よくないけどさ、本当はこんな。よくないけど、よろしくないけど。急に倫理観に目覚めましたね。そうなのよ。よろしくないよ。あ、燃えてる、燃えてる。急にだね。え？よいしょ。うん。まだこの辺に落ちてるよ、この辺ね。今撮ってますね。ここのなんかランプも作って、ああ、燃えてるよ、あなた。そう。燃えてたよ。うん、大丈夫かな。たまに燃えるんだよ。たまに燃えるんだね。熱い女だから。熱い女だもんな。確かに。そう。お、ランプ完成した。オッケー。あ、もうちょいね。あと10本、12本ぐらい。ねえ、もうちょっとやね、これね。あとどこら辺に落ちてるんだろうか。ああ、金なげない。うん。あ、金なげない。あ、オッケーオッケー。また死体を。オッケーオッケー。ちょっと干しとこうか。死体は干しとこうか。じゃあ。死体というのもなんかあんまりよろしくないけど。じゃあ、なんて言おうかね。英語で呼ぶ死体を。うん、なんて言う？ね、何なんだっけ、なんかよく言うよね、なんだっけ、これ何、ネクロマンサー、何、何、ネクロマンサーは修行使いみたいなやつじゃなかったっけそうじゃなくてバディみたいな入らなかったっけ、ノーバディじゃない、なんだっけな、ノーバディ、ボディ、なんだっけな、モルグじゃなくて、何なんだっけ、なんて言えばいい、それっぽいのでいいよ、それっぽいのでだから、ね、デッドマン、デッドマンって言えばいい？デッド。絶対違うな。デッドマンってなんてしっくりこない。しっくりこないね、確かに。なんかもっとこう、もっとさ、ね、響きのいいものがいいよね。こう死体っていうのでさ。響きがいいやつか。あんまりこう人外でしょ、あんまりそう、こんなさ。じゃあ肉？肉？肉と思う。なんだ、ただの肉の塊？ただの肉の塊っていうのもおかしいな。じゃあミートにする、ミート。あ、ミートね。ミートが落ちてると。ミートが落ちてるって言うね。ミート。ね。ミートを干して。それはそれで、あれだな。ミートを干して、いただく。うん、ミートを干すって感じね。じゃあ。そう、ね。うん。でしょ？まあまあ、いいんじゃないかな。いいんじゃないですか？うん、ね。ここに、さらに、うん、さらにだ、干すとこが足りなくなってきてるから、だいぶ干しちゃったね、ね、だいぶ干しちゃったから、ここにも干すところを増設したいと思いますよ。 OK、 うん、うわ、こんな感じかな。ちょっと周りに木がほとんどなくなってきちゃった、うん、だいぶなくなったね、これね。もうちょいでしょ。なんか食べ物はもういっぱいあるね、これ。食べ物じゃない。食べ物まあ肉、うん。食べ物でいいんじゃない。食べ物でいいか、普通にね。うん、可愛らしいじゃん。ね、食べ物落ちてるよみたいな。ね、食べ物落ちてるよってね。うん、食べ物を解体するよって。手の食べ物落ちてる。足の食べ物落ちてるみたいなさ。え、なになに、痛い。え、ごめん、誰？痛い。大丈夫。マジ。あ、死ぬ。オーマイゴッド。任せろ。私も。
感染しようじゃないか。死ぬ回復。一回家に戻った方がいいんじゃないか。あ、大丈夫だ。薬飲んだ。オッケーオッケー。え、マジまだいるじゃん、まだいるじゃん。オッケー。今私が今とどめを刺した。ナイスキル。オッケー。グッキルグッ。手出しはさせぬ、この家を建てるのも手出しはさせぬよ。鼻水出ちゃったよ。なんでや。なんでや。今何も面白いとこなかったでしょ。なかった。うん。なんで鼻水出たの。なんで。風邪ひいて。手出しは出せ。すぐ。手出しはさせる。はい。置いといて一個。いや、置いといてください。いや、やりますから。私がやりますから。やば。6時になった。ああ、じゃあこの辺で。これもうあとちょっとで完成するんで、これ完成したら、今回終わろうと思いましょうか。でもうちょいもうちょい、もう気合で終わらせて早く、ね、もうちょ気合で今ね、登ったり降りたりしてるから。そうなの、気合が足りないんだよ、ね、気合がね、やっぱ時事的には足りなかった。そうなんだよね、うん、でも大体さばけてるよ私。え大体さばいてるよ私も。あれだよ、大体あれだよ、丸太やってるよ。やってますか。もうピー以上にやってるよ。P もなかなかのあれですからね。P は早いからね、本当。手際がいいから、ね。そうそう、いつの間にかね。そう。あの、なんか、大体こう、平野にしてますからね。そう。で、いつの間にか死んじゃうからね、うん、いつの間にか死んでます。よしよし、これも運んじゃおう。もうちょい、あと何本ですか？これね、あとね、あと5本ですね。もうちょいやね。これ、P びっくりするぞ、これ。ピーをたまには驚かして。ピーのびっくりした顔を見たいな。ねえ、どんな顔するかね。どんな顔すると思う。え、いや、多分私たちと同じ顔してるよ。あ、このキャラクターの。そうそう。あ、まあまあ、そうね。いうふうな。それはまあ確かにそうかもね。これ切ったら足りる。いけるんじゃないかな。あっさめだが。任せろ。私もこっち側から切ろうじゃないか。今日動作業だ。はい。これで終わり？足りる？よし。これにて。おっと。あった。あれ？あれ？いや、取り損ねたわ。これで あと何個？これでね。よいしょ。あと1個や。あ、足りるよこれで。奥のも1個持ってくるわ。これどうする？はめといけるか、いけるか。え、つけちゃっていいの。つけちゃっていいぞ。どこにつける、待って、その辺でね、調べると出てくるんだけど。あ、出た。オッケー、キーン、いったね。いや、つながったね、だいぶ ね、やったね。いや、すごいね、これね、うん、頑張ったじゃん。うん、まあ、あとはね、次回らへんにでもね、Pをこう誘いつつ、うん、そうだね、この空中都市みたいな、ね、空中都市空中都市、空中都市というにはもう名ばかりな感じではあるんだけど、まあこちらをね、完成させていくっていうのはね、そうですね、ありなんじゃないでしょうかね、うん、やっていこうや、うん、ね、これあとはバリケードみたいなのもね、作んないといけないから、ね、うん、上になんか高原みたいなのも作れるなら作りたいけど、上に建築ってできんのかな、わからない。上にあった方が快適なこともあるからね、うんうんうん、これはね、非常に素晴らしい建築が ね、できたんですか、2人でできました、うん、まあ、またね、次回やっていきたいと思いますのでね、はいはい、どうぞよろしくお願いします、はい、そこでかぼちゃんも写して、はいはい、写真撮ってはい、よろしく。ケツが写ってんだよ。え、いいよ、してるでしょ。どう、プリケツ、プリケツ。いや、プリケツを近づけないでくれないかな。いいけど、そんなこいつ。そんなわけで、お疲れ様でございました。はいはいはい、ベルグラでございました、はい。チャンネル登録は、PC の方は、画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は、下のチャンネル登録ボタンの方から、どうぞよろしくお願いいたします。